続いて「深海6500のパイロット兼研究者」で有村さん演じる「みゆきの父」という役どころでした時藤さん演じられていかかがでしたか、はいえー、難しかったですね最初から死んでますからね <laughs> 回想のみの回想シーンのみの出演だったんで、はいえー、できるだけねみゆきの,美雪のこう記憶の中に残っている象徴的な父親像を 演じていられればいいなと思ってちょっと頑張ってみましたけども。ということで時藤さんが撮影中に共演していたのは子供時代のみゆきちゃんなんなでですすよねそうですこうして大人になったみゆきちゃんの役を演じた有村さんとの対面というのは <laughs> 今日が初めてと伺ったんですが大人になったみゆきちゃんいかかがですか <laughs> いや今日初めてじゃないよね。 現場で一回ご挨拶だけだったんで、はい、ちょっと一緒にお芝居できなかったのがすごい残念で,、はい、でもちょっと難しい質問ですね、はい、あの天国にいる天海篤がみゆきを見守っているというようなシチュエーションでかん答えればいいですかお願いしますき大くななったな <laughs> こんなに美しい女性にさすとは思ってなかったよ <laughs> すいませんありがとうございますありがとうございます <laughs> 続いて監督に伺います今回初めてワーワーの連続ドラマを演出していただきましたこのテーマそして素晴らしいキャストの皆様を演出されていかがでしたでしょうか、えー、そうですねあの今あの お話いいただいただようにですね今回、もう俳優陣の方がもう素晴らしい方ばかりだったので現場では本当に気持ちよく仕事させていただきましたあの今日来てない遠藤憲一さんとかですね竹中さんとかその他本当に原田知さんとかですねもう言い出せばもうきりがないんですけども本当に豪華な人たちがもう出ていただいてあの現場で本当にこんな和やかな感じであのドラマの撮影できたっていうのはなかなかないなというぐらい。 本当皆さんあの気持ちよくお芝居していただきましたね。はい、ありがとうございます。ではここからは撮影中の現場での様子を伺ってまいりたいと思います。最初に有村さんに伺います。はい。 本作は真夏のロケだったんですよね、はい、分厚いパイロットスーツ姿での撮影もありとても過酷だったと伺っています現場での印象に残ったエピソードまた実際に横須賀のジャムステックで本物の船や深海6500での撮影をされていかがでしたでしょうかえっと撮影自体はもうずっとジャムステックの横須賀でずっと通って撮影してて。 整備場とかあと広報の方とかでいろんな場所でお借りして撮影しててであのちょうど六 k が旅あの横須賀に乗って、はい、グアムの方に行くときにみんなでお見送り手を振ってお見送りしたのがすすごい印象に残ってま六 k は深海6500のことですよね。あそうです 実際にはい劇中でも使われている船があの本当に船航で潜るためにグアムに行ったのを板谷さんだって監督だったりでみんなでお見送りしました、はい、ありがとうございます続いて井上さんに伺います、はい、今回研究者ということでセリフの量専門用語もかなり多かったと 伺っていますさらに撮影中にミュージカルもされていたとのことで相当大変だったのではないでしょうか相当大変ででしたそうなんですよあの台本を読ませていただいたら思った以上にセリフが多くてしかも説明せリフっていうんですかねあの専門用語が多くて僕もこう深海に馴染みはなかったのであのまあそれは 覚えなきゃと思ってたんですけど周りの先輩俳優の皆さんのからのですか圧力っていうんですかね「<laughs> 高峰大変だな」みたいな <laughs> いつ覚えるんだあの長ゼりフみたいなすごい圧力すごくてでもあの知らない世界ではあったんですけど覚えるの大変は大変なんですけどこう知っていく喜びっていうか「白売貝って何だ?」みたいな。 でこうみんなウィキペディアとかで調べてこういうやつらしいですよとか知らないことを知っていく喜びはすごくありましたし僕あのそんなに長セリフを覚えるの苦じゃない方なんでだからその先輩に対しては実はそんな大変じゃないんだけどなと思いながら大変なんすよってすごい言いながらや覚えてましたただちょっと死神の役ミュージカルやってたんでものすごい死神のメイクしながらこうセリフをブツブツ言ってるっていうのはなんか役者って本当面白いな 思いました、はい、そのほか何か印象に残った、はい、撮影中のエピソードあありますすかあのです、ねまあ、本当、ずっとこうおっぱマのジャムステックに通ってたんで、はいたのでど,どれが印象に残ってるか分かんないですけどとにかくジャムステックの広報の方ですかねお二人、男性の方いらっしゃってめちゃくちゃいい人で、はい、途中から,あらこの人親戚のおじさんかなっていう <laughs> くらいなんか会うと嬉しくなるような。 そうあ今日もね本当にずっと撮影き付き合ってくださってなんかそのあ、まあ、もちろん協力してくださったんですけどそのなんかお二人の雰囲気がイコールジャムスティックの,こう、ね、あの協力体制でもあったと思いますしなんかあのこんな人たちが広報やってるジャムスティックは素敵に違いないなってやっぱ思いました。 確かにそうですね私も少しだけお邪魔させていただいたんですけれども、ね、私にも丁寧に説明してくださってみんなね味方だなって本当にジャムステップを持ち上げてるわけじゃないんです,ね <laughs> んですよね本当にそうなんですよねはい、ありがとうございます<ー>続いて伊手谷さんに伺います、はい、撮影中実際の深海6500に感動されたと伺っているんですが、はいはい、ご覧になっての印象を改めて聞かせていただけますかいやあの本物をね すごかったよ、ね、そうあのうち息子がいるんですけれども、はい、どの図鑑にも海の図鑑にも深海の図鑑にもあの必ず深海6500って載ってるんですよ 6K って。であの図鑑に載ってる 6K を目の当たりにできるっていうことがまずもうわーって感じでしたよね。 であの中は私は乗せて乗る機会なかったんですけども上からちょっと見せていただいてなん今話してるだけでちょっと鳥肌立つんですけどあの知らない世界にその深海の知らない世界にこの子が行くっていうこの 6K が行くって考えただけでもう何て言うんでしょうちょっとぞわっとする感じとワクワクする感じと、まあ、本当に未知との遭遇ですよね。 なんかこう子供にももちろんあのジャムスティックの方ととても仲良くなることができましたので、はい、機会があったら息子を連れて行こうかと思ってるんですけれども、はい、本当にあの感動しまししままたありがとうございます、はい、そして以前、雑誌のインタビューで有村さんが板谷さんとの共演が大変印象的で女優としてまた女性として強い憧れを抱いていると伺いました有村さんとの共演いかがでしたか <laughs> いかがでしたかというなんていうんでしょう、やっぱり彼女の世代が持っているパワーと言いますか、うんなんていうんでしょうね、言葉にできないその、の言葉にはならない、何かこう見えない皆を引っ張る力ってあると思うんですよね、それに私、ついていこうって <laughs> 思ってました。はい、はいい ありがとうございます有村さんは板谷さんとの共演改めていかがでしたでしょうか、あのーまあ、男性陣が多かったのでもう板谷さんがいてくれただけでなんかちょっとこうほっとするというか <laughs> なんかそのお芝居の中でも、まあ、うんあまり詳しくは言えないんですがこういろいろ関わることがあってこう芝居の中でもやっぱり。 整備場にいる時と板谷さんといる時ってお芝居が自然と変わって、まあ、本当にこう居心地が良くて、はい、だから私は大好きです。